収入みたいなものって TikTok の仕組みってあるんですか？いや、ないですね。ゼロです。ゼロ100万再生、なんか何百万再生回っても、はい、その再生でお金が入ってくることはないです。ないんですか？ないです。あ、なるほど。虹で感動してる大人、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕ね、結構感動してます。もう一旦自己紹介いいですか？どうも、ローカルカンピョネのゆうきです。りょうまです。こうです。よろしくお願いします。いや、これね、多分僕と同じ温度感で感動してる人も多いと思うんですけど、はい、要はあれですね、TikToker として、はい、めちゃくちゃ有名ですよね。畑が違うんですよね。そうですね、まあ僕らは多分今の TikTok しか伸びてなくて。あ、なるほどなるほど。結構テンション比べなんですね。いや、テンション比べです。びっくりしました。緊張してる。見た感じと違うなっていう。あったかい感じ、3人なんかこんなんやってんだよ。じゃあ、もともとは視聴者さんに説明すると、僕は寝る前に TikTok を 2,3 時間見るんですよ。これはもう僕の視聴者はみんな知ってる事実なんですけど、そうです。見ないと寝れないんですよ。でもちろんエンタメも見れば、そのちょっとやらしいのと面白いのいろいろあるんですけど、 TikTok の知識がついてくるじゃないですか。僕ほんまに夜六本木のキャバクラとかに行った時に、普通のキャバ嬢さんとかなんですけど、普通に接客されてるんですけど、 TikTok でこいつめっちゃ有名なんですよって僕は知ってて、そういうところでめっちゃ感動して、いわゆるすごい有名なタレントと会った気になれるのが今僕の TikTok なんですよ。あ、なるほど。そのことかで言ったら30万フォロワーぐらいある女性なんですけど、僕からしたら超有名人の TikTok なんですよ。とかあったりとか、今日お通夜とかなかったっすよね。そのぐらいくらいですよね。今日なんか炎上してる人のクラスです。大丈夫ですか？もうちょっとしたら多分もうちょっとしたら分かりますっていうぐらい TikToker 僕なんかすごい注目して、いろいろ知識がついてくる中で、皆さんがこれ本当かどこまで本当か分かんないですけど、TikTok をバズらす一番最初のゼロの人たちだって聞いたんですよ。今 TikTok でバズってる曲とか踊りとか、そういう、まあ、いわゆる流行り、TikTok の中の流行りは、全部この人たちの入り口で、この人たち以上に数字を回してる人も、結局この人たちを見ててっていうふうに聞いたんですよ。嬉しいですけど、それってどっから聞くんですか？あ、でも音楽業界から来ました。嬉しい。めっちゃ嬉しい、ね。ちゃんとした、結構な音楽業界です。結構な人から聞いて、この人たちがもう入り口だよ。全部この人たちのやつを大物の TikTok もみんな真似してるんだよ。若者のかのようにやってるけど全部ここなんだよっていうのを聞いて、それもね、何件か聞いたんですよ。あ、そういういわゆるバズらせやじゃないんですけど、やっぱ TikTok のその仕組みも面白いなと思ったんですよ。確かに YouTuber でヒカルさんとか他の芸人さんとかいろんないる中で、その人単体で流行ってる企画うんぬんかんぬんとかある中でも、その流れが見えやすいんですけど、 TikTok のそのそういう人たちがまだ別でおるんだみたいな、なんか YouTube と違う仕組み。確かになんか自分たちも結構バズった時に不思議な気持ちというか、でそれが仕事になり始めた時も、はい、あ、こういうなんか、はい、のれお金というか広告というか、いいお金の話暗い割にお金ちゃいやるなんかでも本家の暗いんじゃない今日。TikTokerの方も、例えば僕ジュンヤさんとか一部仲良くさせていただいてる方はいるんですよ。で、ただなんかさ、あんまり突っ込んだ中の話したことないんで、今日もちろん TikToker も今さら聞けない TikTok のことぐらいの初級編からちょっと皆様にいろいろバズらせ方とか言っていい範囲でいろいろお伺いできればなと思います。だってそれこそ本当にさっきお金の話出ましたけど、どうお金になるのか分かんないんですよ。ああ、そうですよね。まあ言えないところもありますもんね。そうですね、なんか自分的には別に言ってもいいんですけど。ああ、ダメなやつはね、ブランディングもあると思うんで、はい、いわゆる僕で言ったら、その例えば企業案件でこれ PR します。まあそれは案件じゃないですけど、まあ、こういうのも案件だったりとか、この商品なんですって分かりやすい案件じゃないですか。まあ TikTok でもそういうのってあると思うんですけど、聞いたことあるし、案件いただいたことあるんですけど、そのすごい有名な数字持ってる人たちで、すごいのは分かるんですけど、はい、TikTok でどういうマネタイズがあるのかなっていう、要はその、お仕事として TikTok をやりたい人に対して魅力を与えるんであれば、どういう説明が必要なのかなと思って。僕らの場合は、まあ、分かりやすいので言うと、企業のハッシュタグチャレンジとかってご存知ですか？聞いたことはあるっすね。なんか、例えばこういうボロ酔いとか出されてるサントリーさんの企業が、それ用に音源を作ります。はい、で、そこに振り付けをつけて、インフルエンサーさんに。踊らせて、TikTok 上の CM じゃないですけど、あるさあるさ、そういう広告を流すんですけど、うん、それのなんか振り付けとかをさせていただいてる時は、見てわかる、あ、企業案件っていうか、そういう PR 用の曲だなって、すごいな、うん、でも見てる側もわかるけど、それをこう有名な子たちに僕らが振り付けして、僕らも踊るし、その有名な子たちにも踊ってもらうように頼んでるんです。
企業が。無理くり流行らせるっていうか。でも流行っちゃうわけですもんね。皆さんも考えたら流行っちゃうわけですもんね。でも自分で365円中も毎日開けてるんで、はいはい、流行らなかったやつの方が正直多いですよ。まあもちろんね、数的に言ったら、うん、流行らし方とかあるんですね。だからいろいろ。そうです、うん。まあ一応考えてはやってる部分もあります。じゃあとりあえずそういうところである程度位置づけが取れれば、はい、もちろんここでもお会いできたきっかけってやっぱりそのいろんな噂を聞いて、うん、僕はお会いしたいってこう、はい、連絡させていただいたじゃないですか、はい、そういうのと同じでやっぱ名前が広まれば企業案いわゆる企業案件、まあ、お仕事が来るっていうそれでマネタイズ、はい、あれは YouTube だと広告収入と企業案件の基本ダブルなんですよ、はい、広告収入みたいなものって TikTok の仕組みってあるんですか。いや、ないです。ゼロゼロ100万再生、なんか何百万再生回っても、はい、その再生でお金が入ってくることはないです。ないんすか。ないです。あれは投げ銭はあるんですか、ライブ配信とか。ありますけど、最近できたって感じです。あれはどうなんですか、うまみ的に言うと、まあいろいろはプラットフォームといろいろあるんですけど。あれもなんか最近、なんか動画自体にも、なんか投げ銭みたいなの送れる、うん。あるある。ギフトみたいな。コメント欄でなんかギフトみたいな。ありますね。それはなんか条件が、はい。ちゃんとしたアカウントで確か10万人以上いて、はい、みたいなそういうなんか基準があるんですけど、以上いくと、うん、動画にギフトもらえます。その機能をつけれるんですね。うん、そうらしいです。お金で言うと企業案件になるんですね、一番は。そうですね。てかそれが主ですね、ほぼほぼほぼ。なんか再生とか自分たちライブ配信もしないですし、あんまり。すごいな。本職は今はどうなってるんですか。僕らはもともと普通にダンサーを目指してて、全員ダンスをしてて、はいはい、でバイトしながらダンスをするって生活してたんですよ、はい、でそれは今もう全部やめて自分の場合はもう、はい、TikTok 一本みたいな。夢あるっすよね。夢あるっすよね。お二人もそうです。じゃあこれ言える、うん、あじゃあいいかもしれないですけど、ね、完全にいいっすね。働いてたってぽい、はい、ぽいぽい。でもなんかそれも一回やめてた、何年かやめてた時期もあったんですけど、はい、また始めてて、そのさなかにこう始まったんですよ。なるほどなるほど。で、それもちょっとずつ減らしてってもらって、はい、今もあの週に1回は出てる。あ、それはファンの人来ちゃいますもんね。お手伝いって感じです、うん、目指すとこ着地なんなんですか。その TikToker の方ね、本当に深く仕事で喋ったことないんですよ、僕、うんうん、TikToker って言い方はいいんですね。 YouTuber、TikToker でいいんですよね。そうですね、今はもう TikToker として。そうですね、はい、ダンサーとかじゃなくて、そんな体操の言い方しなくないですね。高校野球っぽいですね。サッカーやったんですけどね。サッカーやったんですけどね。一応の点でよく言われます。有名な人有名ですもんね。そうですね、もうなんかタレントとかになり始めてると思う。多分そうですね、テレビ出る人誰だったか、あの人、女の人影井ひなちゃん。そう、影井ひなちゃんは確かに俺ね、DM したことあるんですよ。それも動画になってるんですよ、ネクストステージの動画で。今すぐ TikToker の総フォロワーで勝負する。見ました、見ました、僕それ。そう。その時に、純僕、良かったんで、わざわざ、行って、お会い、出ていただいたんで。それで、あれですよね、ダントツでしたよ。そう。で、その時にその女の子も DM 送って、返事をいただいたんですけど、すぐのすぐは、やっぱ、当然会えないじゃないですか。怪しいじゃないですか、いきなり。っていうのにその連絡だけ一瞬取ったぐらいで、あと TikTok も周り全然いなくて、はい、でも30万フォロワーとか10万ってすごいと思うんですけど、はいはい、いわゆる TikTok は今の時代の TikTok でフォロワーどのぐらいがすごいんですか。肌感ですけど、はい、80万超えてる人があんまりいないっていうイメージ。じゃあ80万が YouTuber で100みたいなぐらいの感じじゃない。うん、そんな結構レアレアっすね。結構レアでした。なんか50万60万が多分めっちゃいるんですよ。めっちゃいるんですか。多分インフルエンサーで50万60万多分結構いて、はぁ80万超え出すと多分一気に減る気がします。なるほど。もうそこがもうちょっと1点超えれないとこっていうか、そういう感じな、ね、気がしてるけど、なんか前は30万からがきついみたいな、うん、あったんですけど、今やっぱみんな全体的にやっぱフォロワー増えてるし、そうっすね、見る人も増えてるし、多分やる人も増えてる。なるほど。僕らもその、6年ぐらい前は10万とかあるみたいな。いや、すごいね。その時代知ってますもん、僕。本当ですか。俺3分動画の時代見てましたもん。うわー、高校生ぐらいの時ですか、ね、マジっすか。見てて、だいたい3分から5分だったじゃないですか、はい、
時代がありましたね。で10分いったら長いから見れないみたいな。はい、変わってますよ、ね、変わってますよね。でも根本あれですよね、長くヒカルさんとか僕は長いやつやってるけれども、もともと人間として定着しやすいのは結局短い動画だったってことで、バイン、うん、から始まって、うん、結局 TikTok に戻ってきてるから、うん、結局ここ変わらないのかなって。確かにメンタリスト大悟さんなんかおっしゃってたんですけど、なんかね、人間的に楽な方を選ぶから、もう短いのとかそういう風にいっちゃうんですよ、着地は。長い動画を流行らすっていうのは根本難しいっぽいです、テレビとかで週1月1じゃないですか、それ毎日やっちゃうんで、さすがに1日1本ね、あのネットフリックスね、もし見てる生活してたら結構クズじゃないですか。あ、確かに。例えば、1日1本見てるんだけど、絶対2時間見てるんだけど、結構クズじゃないですか。例えばですけどね、その時間取られるってことですもんね。そうなんですよ、毎日。そうなんですよ。じゃあ結構きついな。だから僕も YouTube もちろんお仕事ですから見ますけど、それ以外ではもうずーっと TikTok、 もうずーっと寝ながら見ちゃうんですよ。いやでも分かりますよ、めっちゃ一生見ちゃいますよね。いや本当にそうなんですよ、どんどん出てくるし、ずーっと見ちゃうんです。いやらしいのはあんまり自分の本音から見ちゃうと、それがあんまり出てきちゃうとあれって思っちゃうから全然違うアカウントで、やらしいのやらしいの見ながらめっちゃいいやこの子、六本木の働きの会いに行こうみたいな見ながらずっと、そういう系が流れてくる、そういう流れてくるちょっと僕聞きたかったことあるんです、いいですか、ちょっと本題みたいになっちゃうんですけど、ラファエルが TikTok で流行らそうとしたら皆さんやったらどうします？あのね、一応 DJ やってるんで、曲を流行らしたいんですよ、やっぱり。好きでやってるんですよ。TikTok も好きで見る。これ書き合わせ流行らしたいなって。なんか、なかなか難しくて、どうしてもね、そこの知識がないんですよ。皆さんやったら、この DJ 曲、オリジナルの曲も5、60曲あるんですよ、僕。それで、ラファエルと TikTok の皆さんと書き合わせて、何かできないかなと思うんですけど、皆さん、どうします？ TikTok に流行るような、はい、音源を作る。あ、もう音源作るところから？もう作る。TikTok に向けて。あー、なるほど。それこそ、声とかって入ってないんですか？入ってないんですよ、もう完全に EDM なんですよ。で、TikTok で流行る曲まず一旦作って。パンチあるワードとかを一言でもパンって入れてからサビ入るとか。あー、日本語でも英語でもいいけど。そういう感じ。尺的にはそんな長くなくていい。1分ぐらいで。か、もしくはどっか聞いてられるのがいいもんね。うん、そうですね。でもね、15秒ぐらいだけその流行らすポイントを作れば。あ、確かに、うん、15秒ぐらい流行らすポイントを作る。その15秒だけ TikTok のことだけを考えて作って、あとは好きなようにみたいな、組み合わせて、ここだけ流行ったらフルも引かれるみたいな、うん、でもちょっとおっしゃってること分かるわ。それとこの間ER 算数がどの子のって、あああああれをみんなで歌おうみたいな企画をやった時に、はい、僕はてっきりそれがサビやと思ったんです、ずーっと、はいはい、全然出てこないんですよそれが。でちゃんと曲聴いたらほんとおっしゃるとそこのとこだけなんですよ、あれ、はいはい、そうですね、そこが流行ってるわけですもんね、はい、結局。え、誰が入り口あれを流行らしてるんですか？でもスノーマンさんの曲ですよね。スノーマンさんですよね。あれ誰発信かわかんないですけど、でもやっぱ皆さんの中でこれはこいつやで、こいつやで、こいつやでとかやっぱあるんですか？誰かわからないんですよ基本全部。まあ、結構わかります、うん、多分決まってきてるっすね。大体この子かなみたいな。あ、そうなんですか。あります、あります。でも僕が聞いたのはそこの裏方におんのが皆さん聞きました。いやでも多分毎日作ってるんで、うん、数は段違いだと思います、その流行らせてるとか。ですよね。見てる方々がすごい勘違いすることあるんですよ、よく、はい、なんか全然自分たちが作った振りじゃなくて、はい、流行ってたら俺たちが作ったみたいになってる時があるんですよ、うん、そのぐらいバズらしてる数が多いからでしょうね。見てる人はなんか全部の振り付けを僕たちが考えて、恥ずらしいな、そんな。すごいな。みんな笑顔だったね。よかった、よいしょ、うまいでしょ。よ言われるんですよ。ただ、なんかちょっと一つだけ、なんかラファエルさんやからこそバズりそうなやつ、今。なんすか、なんすか、なんすか。やばかったらやばいで。いやいやいや、そんなことない。野球部なんですよ。野球部じゃない。お宅の高校、ジャージかっこいいっすね。ジャージじゃないんですよ。はい、ラファエルさんの入りの挨拶あるじゃないですか。はい、あの一言、はい、はい、どうもこんにちはまでラファエルさんの声で撮って、うん、その後それぞれの偏見を言ってくださいみたいな感じの投稿です。あー、うまいわそれ。みんなの偏見教えてくださいみたいな。それうまいな。っていうことは、一本目作るときはどうやって作ればいいの？はい、どうも皆さんこんにちは。普通にもうカメラ置いてラファエルさん無言でいいです。で、そこにみんながアフレコしてる。あー、だから説明は概要欄かなんかに入れとけばいいですね。それぞれの偏見を入れると、うん、それ絶対バズるじゃないですか。それいい、それいいし、それ絶対バズる。それちょっとハードル高いから後半だけ入れちゃうとか。
なんとかなんとかの人、何々って言うじゃないですか。だから何々か、どっちかだから入れちゃう。なるほど。それに繋がるような偏見を。で、適当なこと言ってもおもろいじゃないですか、それで。そういうことですね。俺は滑ってないし。そう。で、見てる人も滑らないっていう、あんまり。そうですね。やっても滑らないみたいな。やりやすくなるから。そこっすね。それが多分一番、それいい。作りやすいかもしれない。あれ、天才よ。天才です。ダンスとか関係ないですからね。TikTok の方ですね、やっぱすごいな。それ流行りそうだね。短いし、見やすいし。いやー、YouTube、もう企画作りますけど、僕らの発想とやっぱ違うのを見せますね。同じクリエイターでも違うっすよね、目線が。そうなんだ。全然違うな。テレビで。俺これ上手いでしょ。上手いな。これほんまに上手いぞ、僕。気持ちよく帰れますから。ちょっと遠くても歩いて帰るって誰だいぶ遠いぞだいぶ遠いいやめっちゃいい。いやでも早速僕やってます。ほんまに頑張りたいんで、頑張りたいし、やっぱりその生き残りかけてもです、タレントとして生ものじゃないです。一応我々ってタレントなんで、新しいものはやっぱりね、やっていかないとダメだしっていうのもあるし、TikTok は昔からあるし、そうですね。会社としては大きいから、やっぱり各ね、会社もね、目をつけてたんですよ。裏にいる会社がでかいじゃないですか、中国の。僕ももう、とんでもないことにならなくて、分かってたんですけど、まぁ、ちょっと時間かかって。まぁ、なんかでバズりましたね、なんかね。俺らが始めた頃にバコンってやってた。僕多分、そのタイミング2年くらい前。あ、2年くらい前なんですか。その頃までは、JK、女子高生とか、そう、若い子しかやってないっていう感じ。でも、僕も思ってたんですよ。そういう子たちがやりもんってやるんだなって。その頃から、ちょっと大人っていうか、ダンサーとかが出始めたくらいだったんですよ。振り付けこうやって毎日やってる人とか、今結構振り作ってる人いますけど、その子が全然いなかった。いなくて、その第一人者になろうって思って3人で毎日上げてて、ガツ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 唯一無二のなんかクリエイターにならなきゃと思ってたので、あ、このラインだったらいけるなみたいな感じでそこでやってみた。すごい。みんなでも先行者利益取ってる人はみんなそうっすね。僕もなんでその時やったんって、やっぱその時にやったことを褒められますけど、運とかラッキーとかね、たまたまなんかそこに、そこの、その脳みそじゃなかった、普通のサラリーマンに、たまたまこう、気にすることができたってのがあるんで、詳しく説明してるとちょっと難しいですよね、確かにね。だから今後なんかインタビューとか受けるときは、ラファエルさんに憧れてたっていうのは一言、ちょっと嘘でもいいんですけど、そっからそれきっかけで始めます。嘘でもいいんで、それきっかけで始めて。逆になんか YouTuber に聞きたい、あ、てか YouTuber コラボしたことあるんですか？カルティービー。カルティービーっていう。見たら分かると思った。ゆなちゃんとかです。え、ゆなちゃんってめっちゃ有名やん。そう、今オオカミで。ピンキーの。そうです、そうです。とかの、あ、カルティ、あ、そういうことね。バズのカルティービー。はい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 。コラボしました。本当にでもそれぐらいで、他ない、他なくて、しかもこっち側には出てない。俺がそうだった。自分たちまだ多分動画全然上げてない。なるほど。今もまあちょっとしか上げてないですけど、これからって感じなんですけど。なるほど。だからほぼほぼ初じゃないですか。だから自分たちのチャンネルで出ていただく、まあ、パラッと出ていただくんですけど、それ初だよね。初コラボで、やばいですよ、やばい。ありがたいですよ。それでちょっと最後になりますけど、逆にその YouTuber になんか質問的なことがあれば、そっちのチャンネルでやる？それ。あ、だからそうしようかなって。あ、そうしましょう、そうしましょう。あんまり早く喋っても。そうですね。じゃあ、この続きは皆さんのチャンネルで。そうですね、はい、という形でいう形でいきましょうか、はい、ちょっと YouTube について教えてもらおう、いろいろありがとうございます、わかりました。そんな感じで、よろしくお願いします。多分同時公開になってると思うんで、よかったら見てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。